おい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 、マジかよ、嘘だろ。どうもリクトです。というわけで今回は毎回定期的にやらせていただいておりますアニメエンバーレゲ最新情報やっていきたいと思います。というわけで、こちらですね、まあ、最新情報と言いながらですね、あの1ヶ月遅れぐらいでずっと衰えなかなかこれがね埋まらない、まあそうそう追いつきとって毎回言ってるんですけどもね、まあ、今回の結果に関しては、まあ、すでにですね、まあ、その上げた動画の中で別に全く取り扱ってないんですが、全く売上紹介してなかったはずなんですが、もうコメント欄でもう物議を醸すというかね、もうすごい話題になってたんで、まあ、その僕の動画のコメントで知ったって人もいるかもしれないですね。まあ、もちろんその、まあ、YouTube の方でも、まとめサイトでもかなり、まあ、あの話題に上がってましたので、結構ご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、その最新の、結果ですね、まあ、何枚まで売れたのか、初動と累計売上ですね、こちらに加えまして、今回ですね、注目作品他も多くて全部で、前期タイトル2023の秋アニメが全部で5タイトルの年版、売り上げ紹介していきますというところで、他もですね、注目タイトルがね、まあ、ゴブリンスレイヤー2期とか、引きこもり吸血鬼のモンモンとかね、この辺もね、注目どころいろいろありますんでね、まあ、一切ください。最後までお楽しみいただきます。最初皆さんの、各売り上げに対する感想、方言のみろまたコメントお待ちしてますというところですが、ほんとね、ちょっともう今回もう、はい、みたいな、みたいな、目を疑うような、結果、もしくは、あ、やっぱりかっていう人もいるかもしれないというところなんですが、はい、僕はマジかってなったんですけどね、はい、やっていきたいと思います。またですね、円盤売り上げ動画ですね、またいろいろと、あと僕は今期買う円盤決まりましたかみたいな声も最近結構いただいてますんでね、まあ、それも動画どうか撮ろうと思ってますし、夏アニメの円盤売りランキング、まだ出してないんで、出します出させてください、お待ちください。チャンネル登録して。お待ちいただきました。最後です。はい。ということでやっていきたいと思います。ということで、まあ、このテンション上げられるのはね、ここまでです。はい。では、まず1作品目がですね、こちらですね。ウマ娘、プリティダービー、シーズン3。1月末にですね、発売されましたね。まあ、1ヶ月前ぐらいね、結果が出てまして、実はね、初動が。で、かなり話題になってましたし、まあ、2巻がどうだとか、そういう話もね、実は出てたんですが、まあ、当チャンネルでは、まあ、初めてね、出しますし、ライブ放送でも一回も笑い出してないと思いますね。僕本当に初めて話します。はい。で、ウマ娘でプリティダービーシーズン3っていうところですね。僕がもともと前期は円盤売り予想動画っていうのを上げてまして、でね、まあ、結構的中率高いんですね。かなり調子が良くてですね、お、僕もやっぱ伊達に円盤売りをね、ずっともう3年も YouTube 始めて3年以上経ちますけれども、まあ、紹介してきた、に、ね、なんだ、日本語忘れました。はい、ということで、紹介していただきあるなと思ったんですが、これね、ウマ娘プリティダービーは2期ですね、なんと20万枚以上売れました。これ歴代最高売り上げです。歴代最大級に売り上げまして、まあ、2期ってね、もうめちゃくちゃ面白かった。もう僕が土下座しながら泣いたと思う。土下座しながら泣いておかしいね。膝から崩れ落ちちゃった。泣きすぎちゃった。もう、っていう、もう最強の、もう話も面白いわ。で、ゲームもね、ちょうどあって、もうそのまあ、ゲームのシリアルコードとかも入ってね、もう、売れに売れまくって。で、まあ、その、まあ、神回で、まあ、そうやって僕、ウマ娘のゲームやってないんですけど、ウマ娘のその、もう、アニメが面白いって買ったって人ももちろんいるし、まあ、ゲームやった方にもたくさんいますし、まあ、かなり転売とかも実はされてたりとかいうのがあったんですが、ね。3期、まあ、かなりやっぱね、まあ、賛否がもう分かれまくってまして、ね。まあ、1期はもともと約3万枚だったんです。で、まあ、1期20万枚以上っていう、もう、普通はね、こう、続編になると売り上げ下がりますって、これは当たり前なんですよ。別に3分の1とかになっちゃう先にザラにあるんですけど、ウマ娘は本当ね、もう超異例事態を起こしたという中で、まあ、今回ね、まあゲーム自体の部分もね、まあ、ちょっとやっぱ落ち着いてますよ、明らかに。それはもちろん、その2期やった時、本当にもう、まさしく始まって絶頂、セルラン1位とか打ってた時ですから、ね、なんで、まあその落ち着いたと、まあ内容賛否があったというところで、まあ当初はもともと10万枚売れるだろうみたいに言われてました。10万枚売れるだろう、さすがに、みたいな。で、もう僕は5万枚ということを予想してまして、で、まあ最終的に番組的に3万枚ぐらいなのか、まあ3万枚売れるかさすがにと思ってたんですが、こちら売り上げなんと初動19,914枚、累計21,564枚でなんと売上 90% ダウンです。2期の10分の1です。いやー、まあね、アニメの評価確かに厳しかったです。
まあ、ゲームはね、まあ、ゲームの評判はね、僕もそんなゲームや、まあ、そんな全然やってないので、詳しいわけじゃないんですが、まあもちろん確かにその、最初の時よりはね、もちろん人気やっぱ落ちちゃってたというのを加味してもね、まあ、当初は10万枚。そして、まあ、放送中にどんどん予想、みんなの予想が下がってたんですね。10万か、7万か、5万か、3万まで最後下がってたんですが、さらにそれを下回ってしまって、まあ、累計、これ3万売れないんじゃないか、2万5000ぐらいなんじゃないかと思うんですが、最終結果はね。10分の1となりました。いやー、まあ、売れてるは売れてますよね。別に今の時代に。ねえ、2万枚ですから。1万枚売れるだけでもう、びっくらこいだとね、たまげたぞとなる、まあ、この時代です。1万枚ね、以上売れないクールだとありますよ。そういう時代の中で、2万枚売れたと。売れました。はい。もうこれはもちろんマジング売れてるんですが、もうその円盤が売れたか売れてないんで、売れてるんですが、ウマ娘の円盤としてどうかって言ったら、もう、大激減ですね。もう超激減ということで、厳しいっすね。ユーザーは、視聴者は、なんて正直なんだと。ねえ。その厳しさは。まあ当時はね、その転売とかもあったもんですから、まあそういう目的で買った人も、ね、まあいたと思います。うん。いやー。厳しいっすね。で、僕は、ね、前期、まあ円盤、ね、ウマ娘3期を、まあ最初買わないって言ってて、3期も僕めっちゃ後半ハマったんですね。結果として、まあめちゃいろいろ言ってたんですけど、めちゃいろいろ言って僕炎上もしたんですけど、前期なんて。最終的にはめちゃくちゃハマったんですね。めちゃくちゃハマって、買うかどうかと言って、結果として僕どうしたかっていうと、買いませんでした。買いませんでした。これが答えかもしれないですね。まあ、これが答えかもしれない。僕も2期買ってますよ。2期買いました。めちゃくちゃ良かった。3期ね、なんで買わんかったかっていうと、結局なんか最終的にやっぱトータルで見た時に、というのもあったね。まあ、自分の思い。あとやっぱ世間の声はね、やっぱ厳しかったです。僕が3話とかで批判してた時は、何を批判しとんじゃという声ばかりだったんですが、もう最終回になってみればね、もう何だったんだこれはみたいな。かけやすいだとか、キャラが、いろいろ言われてましたね。はい。ということで、まあまあ、売れてますけども、全然売れてるんですが、まあ、ウマ娘でも歴代最高売り上げを突破した2期から考えると、もう10分の1ですから、まあ、大爆死とは言わないですかね。まあ、もう大激減と、ね。結果でございました。はい。まあ、ということでも、これだけでもね、まあ、2時間ぐらい喋れそうなんですが、まあまあ、ちょっとひとまず、ウマ娘のエンバーレゲンの動画も、まあ、あとは皆さんね、いろいろまだ議論をコメントしていただけたらと思います。ですが、順番に他あと紹介4作品ですね、紹介していきます。2作品目はこちらですね、ゴブリンスレイヤー2期というこうね、ゴブスレはですね、実は1期の際円盤かなり売れてたんですよね。4000枚、そうですね、1期は4165枚売れてたんですよね。めちゃくちゃ売れてて、ゴブリンスレイヤーで、1期めちゃくちゃ面白かった。面白い。めちゃエグかったっすね。やっぱ、ね、超しんどかったっていう中で、やっぱ2期はね、やっぱ露骨にやっぱ人気が落ちたというか、まあ、1期から期間が空いたのもあったし、まあ、クオリティの面とかね、まあ、制作会社変わりましたね。変わったのもあったし、うん、まあ、ちょっとシナリオ的に僕かなり辛口でずっと言ってました。なんで、エンバーレイ予想も500枚っていうね、もう相当も10分の1これこそなるぞということを言ってたわけなんですが、で、結果どうなったかと言いますと、なんと、初動1677枚ということで、売れましたね。いや、めちゃくちゃ売れとるやん。いや、ゴブスレマジ人気だなって、これね、シンプルに思いましたね。なかなかね、今の時代は正直もう、1000枚売れるだけでね、全然すごいんですよ。もうそのクールの売り上げトップ10に入ってくる。まあ、前期はレベル高いんで、ちょっとトップ10に本当に入ってくるかってあれですけども、まあ、1677枚というところですね。売れてるやないかというところですね。アニメの1期が2018年の秋だったんですね。だからまあ、そっからね、もう5年経って、やっぱかなり円盤どんどん年々売れづらいね、まあ、状況になってまして、まあ、僕もね、最初円盤の売り上げ紹介し始めた時は、3000枚が僕の中で売れたラインだったんですけども、今や1000枚なんですよ。3分の1になっちゃったんで、市場がね、もう、そういう、本当にまじそんな感じなんですけど、
ないっていう中で、だからまあ市場がさ、それこそもう2018年から考えたらもうほんと5分の1とかぐらいになってると思うんですよね。うん、っていう中、5分の1は言い過ぎかもしれないけど、そのマジでもう超縮小してる中で、まあ、3分の1、まあ、むしろ半分ぐらいか、に抑えてるっていうことを十分売れてますね。まあ、ダウンはもちろん、まあもちろんしょう、まあ、してるんですけれども、もうこれ大健闘なんじゃないかなと。思いまして、もうゴブスレーファンの力がね、もう思いっきり発揮されたなというのはね、すごい思いました。まあ、結構原作ファンの評判は厳しかった印象はあったんですけれども、ちょっと原作ちょっと変えたところがあったのかな。はい、というところなんですけどね。いや、売れましたね。これはびっくりしたな。おめでとうございます。はい。ウマ娘と同じく下がってんですけど、反応がえらく違うっていうね。はい。っていうところなんですが、なってました。はい。てか、ま、ウマ娘のその20万枚って、その、円盤売れないっていう時代ですかね。2021年冬アニメです。2021年1月からやったんですけど、円盤もう売れなくなったって言われた時に、こんな売り上げ出したもんですから、まあ、大騒ぎになったわけなんですけど、まあ、ゴブスレも、でも、僕これかなり売れたなと思いましたね。皆さんどうですか？これ売れたよね。これすごいね。はい。ということで、3期があるかもしれないか。はい。では、佐々木めが。今強く歩き出そう。テレテッテテレテテレテレテテテレ違うな。なんか違うね、今の。今の違いました。はい。引きこまり吸血鬼のもんもんですね。僕がコマリン、コマリンと叫びまくってですね、大いにハマった、この引きこまり吸血鬼。まあ、これもね、ワンチャン円盤買うかまで言ったんですけど、まあ、やっぱクオリティ面がもうちょいね、ずっと高ければみたいなことは言ってますけど、まあ、円盤で修正されたのもあったみたいなんですけどね。まず、あ、シリアスな要素があったのもあったんですけど、まあ、2000枚ぐらいいんじゃないかなって予想をしてまして、こちらなんと。初動750枚初動750枚ちげえ話が。コマリン、新鋭隊どこ行ったんや。まあ、別に、売れてますけど、別に、全然売れて、何も売れてないことはないけど、いや、僕1000枚は普通に超えてくると思ったの、初動。ちょっとあれっていう感じでしたね。てか、引きこまりはね、やっぱ開幕前とか、そのアニメ化決定時とかめちゃくちゃ盛り上がってたのに、PV 公開時とか、なんか思ったよりアニメ始まったら盛り上がりがっていうやっぱ印象はありましたね。まあでも最終的にはやっぱすごい僕も楽しめた作品だったんですけど、ちょっと思ったより振るわなかったなっていう感じを、しましたけれどもね。人気とか来ねえかな。はい。という引きこまり吸血鬼、ちょうど750枚でした。で、4作目が彼女も彼女シーズン2という子ね。あ、数字見えちゃった。数字出ず、ということで。カノカノ2期ね。1期初動477枚。数字出たんですよ。あんだけ1期ね。手塚プロでボロカス言われたのに僕も買いましたけど。私も買ったのでね。1期数字出たんですけど、2期は買わなかった僕も。買わなかったせいなのか数字出ませんでした。ブルーレディスク276枚以下と。いうことでね。可能かなね。ドラマチックに恋したい、ロマンチックに愛したい、本気で私をさらってみせて、フォーリーラピアス。あ、ということで、めちゃくちゃいい主題歌がね、最高だったんですけど、はい、可能かなね。まあ、作画はね、やっぱかなり怪しかったんですが、まあ、世代会社変わったんですよね。はい、世代会社がね、なんだっけ、シナジー SP か。に変わったんですけど、まあまあまあ、やっぱ案の定、手塚プロから変わろうが、シナジー SP も怪しいと思ってますね、怪しかったんですが、まあ、内容的にはすごいね、面白かったんですけどね。まああの、まあ一期の初動が477枚っていうところでね、まああの、まあブレイスク276枚以下ということで、実際200枚ぐらい売ってる可能性も全然あるんですけども、はい、数字は出ませんでしたというところでございました。はい。まあまあ、これはしょうがないかな。はい。そして、5作品目ラストですね、今期ラストが、今期ラストというか今回のラストが、破滅の王国ですね。こちら、もうね、初回から衝撃的すぎる内容でですね、もうとんでもないものを見せられているということで、まあ、かなり話題に上がってたんですけれども、破滅の王国。まあ、海外人気もね、結構アニメコーナーとかすごい上位来てましたよね。で、こちらの結果が、なんと、数字出ずというところで、ブルーディスク276枚以下というところで、ね、予想話しなかったけど、可能かな数字出ず予想か。で、破滅の王国も数字出ず予想、まあこれはまあ数字出ず予想がまあ思いっきり当たったというところだったんですけど、まあ、破滅の王国はね、なんかちょっと方向性がなんかできらなかったね、最終的にね。ちょっとなんか、もう、あのまま、なんか大虐殺アニメみたいなことやってましたから最初ね。その勢いでいっちゃったらよかったのかなとは思いながら、まあもちろん面白いからもね、あったんですけれど。もうまあ数字はなかなか出づらいかなと思ってますけど、ブリディスク276枚以下というこれ、まあ、かなりね、厳しい結果というふうになりまして、破滅の王国も数字が出ませんでした。はい。
という感じで、今回ですね、今回のアニメ円盤の最新情報、前期全5タイトルですね、ウマ娘、そしてゴブリンスレイヤー、引きこまれ吸血鬼カノカの破滅の王国というところで、紹介以上となります。ご視聴ありがとうございました。というところでね、新作で言うとね、破滅の王国と実は引きこまれ吸血鬼しかなくてですね、実は続編が結構多かったという今回の紹介でしたけれども、ウマ娘がね、まあ一番のどう見ても注目どころだと思うんですけど、マジかって僕は思いましたね。いや、さ、厳しくない？今回もシリアルコードついてるんでしょ？いや、厳しいですよ、これは。厳しすぎますよね。いや、なんかでも、なんかある種、やっぱユーザーって素直なんだなとも思っちゃいましたね、これはね。やっぱ人気とかにさ、もうこんなにあからさまに出ちゃうのかっていう。やっぱまあ別に売れてるんですけどね。まあでもこれはやっぱね、もうやっぱ2期の記録がもう、歴代最高記録ですから、ちょっとやっぱ、ね、もうダウン、もうこう、ちょっともう、ショックを受けざるを得ないのかなと、思ってますね。まあ3期の内容もやっぱね、響いたのかなとは思ってますけど、ゲームとかもいろいろまあもちろんすごい複合的というかね、まあ、話だと思いますけど。で、ゴブスレ2期を売れましたね。これ売れたなと思いましたし。引き込まれやもっと売れてほしかったよなぁ。カノカノ2期と、まあ、破滅の王国はまあしょうがないのかなというところで、今回の結果は以上となります。まあ、またね、皆さんの各売り上げに対する感想、またこうだから売れたんじゃないか、こうだから売れなかったんじゃないか、またいろいろね、また考察、コメントの方またお待ちしてますと。まずですね、引き続きこのアニメ円盤売り上げ動画また上げていきます。それ以外はね、まあ、今期アニメの感想動画とか、ランキング動画とかいろいろね、また上げていきますね。ぜひお気に、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。